ボルチモア・オリオールズの先発の柱となっている技巧派投手ディーン・クレーマー。彼は身長188センチ、体重90キロ、今季がメジャー4年目となる現在27歳の選手で、生まれ育ったのはアメリカ・カリフォルニア州だが、2023年に開催された WBC ではイスラエル代表としても参戦し、メジャーリーガーとしては唯一のヘブライ語を話せる選手。今ではオリオールズの中心選手の一人になっているクレーマーだが、メジャーの舞台に定着したのはまだ記憶に新しい昨年のこと。ルーキーシーズンだった2020年は4試合に登板し1勝1敗、防御率は 4.82。 2年目の2021年は13試合に登板し0勝7敗、防御率は 7.55 と先発投手としてはとても厳しい成績を残し、この時点ではまだまだチームのエースになれるような投手ではなかった。しかし昨年からはピッチングが安定し、フォアボール絡みの失点が減るとチームからの評価も上がり、シーズン終了まで先発投手の柱として奮闘した。クレーマーはこの年8勝7敗、防御率 3.23 とそれまでとは見違えるような成績を残し、オリオールズには欠かせない投手の一人になった。クレーマーは現在技巧派の投手らしく6つの球種を扱っている。フォーシームを軸にカットボールやシンカー、チェンジアップ、カーブなどをバランスよく投げ分け、打者を困惑させるまさに技巧派というような投手。昨年からクレーマーの成績が突然上昇したのも、それまで約 50% を占めていたフォーシームの比率を下げ、他の変化球の投球割合を上げたことが大きく流れを変えた要因だとも言われている。そして2023年、今季のクレーマーは日本時間7月20日の現時点で防御率は 4.80 と飛び抜けて素晴らしい成績というわけではないが、20試合に先発登板しチームトップの10勝をマークしている。奪三振率も 8.37 と決して高い数字ではないが、それでも多くの球種で打者を翻弄し確実に結果を残している。昨年から徐々にチーム体制も良くなり成績が向上してきたオリオールズは今シーズン今までとは違う強豪チームになっている。オリオールズには多くの優秀な選手たちが今季活躍しているが、このクレーマーもオリオールズには欠かせないチームに大きく貢献している選手の一人だろう。藤浪晋太郎が移籍し注目を浴びているオリオールズだが、ぜひ先発投手の柱、技巧派投手のディーン・クレーマーという投手にも注目していただきたい。